明けましておめでとうございます。福井県一番有名な観光地東尋坊に今日はやってまいりました。カフェに行こうかな。東尋坊の岩場カフェに来ております。今日の動画は2020年の総集編。パッパッパッ。やばい。はい。くれねえよこんなの。おい。いやー、口に入れた瞬間わかる。めっちゃうまい。はい。懐かしい味。あ、懐かしい味。店あれになっちゃったから、すいません。はい、てる寿司。いい油、のりのり、うまいけと。カス上がってる。こんないい時間なのに。じゃあ大将見ててもらって俺ら二人で捕まえに行ってくかな。めっちゃ塗ってた。いやカセラー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 。おい、キジャタ、なんか跳ねてるなと思ったら、いるわ。イルカやった、イルカ。ほら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 、めっちゃいる。遊びに来てるんでさ、楽しくなかったの釣りじゃないな。楽しくなかったの釣りじゃないな。イグニ神経正当伝承者。わらお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 。はい、閉まりました。一子相伝です。しゃくってしゃくってしゃくる。絶対折れる。やったやった。はい、そのまま こちらにお願いします。まな板ちょっと、はい、イエーイ。はい、OK。 違うないかな。すげえマグロ、キハダ、よい？よっしゃー、おい、俺の地獄。ありがとうございます。あー、今つんぶり。つんぶりですか？嘘、当たるかもしれないですよ。正解は一五正解。つんぶりです。残念。青い魚だと思うんだけど、つんぶり。青いでしょ、これ気になる。いや油ぬりぬりとかしてない。つぶむり食べたいって言うからこれは、はい、違う、つんぶりです。ハンパマサです。正解です。おめでとうございます。おめでとうございます。
です。もうちょい。おい、見えてたよ、見えてたよ。見られた、見られた。もう負けんぼまで巻いてって。カンパ、カンパ。結構できるわよ。1メートル70いくしは相当できる。カンパだったら大したもんね、これ。送った。もうライオン船長、行ったぜ、これ。メーター80、来た。メーター80。なんだ、バラしたじゃん。なんだよ、ライオン船長。おめメーター80で今の時期何キロだと思うよ、おめえ。あなた80、90だぞ、おめえ。やられたの、マキー。ライオン船長が、飛島船長に怒られる。出方が尋常じゃなかった。行くな、おい。ハリスのこれぐらいしか残ってなかったですよ。それだ魚が1メーター50ぐらい。そうそうそう。メーターだ。もうさ、お客さんにさ、もっとおめえら糸の限界点っていうのは分かるなと言ってるのに、それやで、ね。ちょっとやるとブサーン。そんなもうそん時のテンションマックスやでさもう止めるのに無理やな持ってて自分で、うん、でも今まではそれで取れてきたが、うん、じゃああんな努力はあれもシャークやろかもしれないけどそれやったんじゃねえあれシーバスぐらいあってこれでかいシーバスかな。え、シーバスでした。まさかのここでバスはバスでも。シーバス来るかなと思って。シーバス出ちゃった。よいしょ。いやこれブラックバスだ。超でけかったよね。やったと思った俺。もうでけ。2020年7月から YouTube 配信始めさせてもらいまして、ありがたいことに今200名ほどの登録者数が、今後も週1で何かしら釣りの動画、美味しい食べ物の動画、福井県のなんか観光地の動画なんかも上げていこうかなと思っております。去年は7月から始めたんで冬場の釣りができなかった。2月の1日に解禁になるサクラマス、解禁日に行けたら九頭竜川、サクラマスは、聖地となってまして、福井県の釣れる魚を全部釣っていくっていう動画で始まったものだったし、春の魚はマダイ、サワラハル、星島のこっち側がジギングのポイントなんで、川系全然行けてないんで、ウグイとかイワナとか九頭竜川行きたいの。レンタルボートがあるらしい、らしくて、レンタルボート、あの海で福井県の釣り具屋さんのレンタルボードを借りて、ゼニスも多分何回かキロアップか、5月ぐらいに親オリが釣れるし、原達行ってみたい、夏場ジギングもしてみたいし、深瀬釣りもしてみたい。6月解禁なんで、去年1年本当にいろんなことがありました。人生の中で言ったら大したことではないんですけど、1年に1個ぐらいは未体験のことをしたいな。まあコロナで本当に世界中大変なことになってるんで、その中でもやっぱり、まあ、楽しむっていうことで、今年もどうぞよろしくお願いします。じゃあね、いいねところよろしくお願いします。